どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。普通すぎるパワープロ実況をやっていきたいと思います。ちょっと休もう。体力回復に努めて。お、はい。あ、予定入っちゃって。そっか。え、なに、姉と妹両方のちょっとこう携帯電話電話番号いただきました。いや、いいねいいねっていうのもあれだけど、やっぱいい、嬉しいですね。ちょっとさあ、どんどんちょっと練習していきましょうか。ここはね、信頼度があるから、その信頼度が最高の状態できっと、得られるんでしょうね。いろいろ、なんていうか、ちょっと練習というか、あ、何？なんで今更そんなこと言うのよ。ダメだということだ。へえ、なんと言いますか。どうしたの、ちょっと。チームの調子を見る責任者じゃないか。ちょっと、もしかして大問題、どうしたの？結束会ってどうしたの？聞きましたよ。手遅れって何のことですか？やめた方がいいって。うん、説明してください。実は、先日、栄養剤、いくらの効果なくてね。買うかどうか中古があんなに決めないって。何やってんの、もうちょっと。やばいじゃん、それ。疲れが溜まった。コーチ、マジ何してんの？まあ、なんか、可愛らしいコーチといえばそれまでですけど。っていう。あ、先発そうだ、はい。来るか？7、8、そして、伊達西。やっぱりそっか。仕方ないよね。やっぱり取られちゃうもの。お、名古屋ドームじゃないですか。頑張りましょう。痛い。ちょっとすいません。体勢変えようと思ったら足ぶつけちって。いった。なんかこう、小指じゃないんですけど、中指ぶつけた時も痛くないですか？こう、骨からいっちゃったみたいな痛み？まあ行きましょう。その、あ、防御力ちょっと良くなりましたね。3.18 と。ちょっと良くなったな。だから多分この画面に映せないどこかで頑張ってるんでしょう、僕は。よし、三振！あの福留孝介を三振に抑えたぜ。嘘だろ。5番谷地、ちょ、怖いよ。これ中日がめっちゃ強い。どうなんだろう。中日が僕強い時代って2006年ぐらいだと思うんですよね、イメージとして。まさにこう、アライバー、モリのタイロンウッズとか、まだの、なんかノリさんとかいたりして、なんかすごい時代ですよね。だから、本当にあの時は、まあ、何度も言ってるよね、この動画では。手つけらんなかったよね、って。あ、三振。いいじゃない、ゼロに抑え。来た、井端選手、怖いな、ちょっと。なんかそういういぶし銀なバッティングしてきそうで怖いわ。ほい。よし、これゲッツーコース。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。いやー、井端をゲッツーに抑えられたの、これすげえだろ。で、谷重4番福留にはヒットを打たれたぐらい、だと思います。おーっと、意外と落ちる。あっしゃ、いいぞ。変化球、今回冴えてますよ、結構。今危なかったな、ちょっと。はい、ドロップ。一球見てくるか。じゃあ、ストレート。久しぶりに、よいしょ！よっしゃー！三振！そして？あ、ダメか。さすがに無理か。あー、苦手な立浪さんだ。もうドロップとか、シンカーとか、もう変化球、おー、入ってきた。よし！じゃあ、これでどうだ？よっしゃー！よし！ラッキー！完全に今俺選択肢間違えたんだけど、よかった。お、来たー、勝利投手。これ最高、評価高いでしょ、これかなり。ゼロにしっかり抑えましたよ。なんだったら勝利、負け取るやん負け取るやん。勝ってたと思ったんだけど、俺ここまで頑張って。はい。6位になっております。まあ、はい。実績点ゼロだったらいいじゃん。実績点ゼロって、なんだよー、勝ったと思ったのに。しかも監督の評価上がんねえし。上がんない、もう140キロにしておきましょう。あとはスタミナを徐々に上げていくのかな。スタミナ C ぐらいあったの、変化球かな。特殊能力なんかやった方がいい気がするのもあるんですよね。ちょっと迷うな、これは。よーし、こうやったら監督に媚びを売ろう。困った時は監督に媚びを売る。いるかな、監督。あ、いた。スタミナアップ。ちょうどよかった、スタミナ上げたかったんでね。うい。66、結構もらえ、あ、新魔球。ちょ、怖いな。監督、はい、守備。まあ、守備でもいいや、全然。はい。福屋さんもいるんでね。はい、ジュース。あ、いいね。で、チャリーンと。何飲もうかな。お、当たり。お、やった。すぐ、もうすぐ、どうだ。来るか。あと、音が一回ね。外れたか。疲れ溜まっちゃうのやだな。なんか、せっかくなんかこう、飲み物買い行ったんだから回復するもんかと思ったんですけどね。75ぐらいが C かな、多分。ちょっと休みましょう、一旦。はい。監督の評価下がるのきついな。はい。そろそろ、
来るか。9番、ああ、ダメか。ベンチ入り。はい、もっと頑張りましょう、ちょっと。前回みたいなピッチングができれば最高なんですよ。巨人かよ。きつい。いやー、頑張っていきましょう、ちょっとこれは。巨人戦か。怖いなー、なんかもう。とんでもないバッターが出てきそうですよね。今でバッターとは対戦。いきなり林。ほい、行きましょう。ほい。オッケー。まず、ちょっとストライクをね、しっかり入れていきたい。いいぞ、いいぞ。スローボール、ボール球だよ。でも意外とストライク取ってもいいんじゃなかった、今のは。よー、三振。まずワンアウト。鈴木。え、鈴木高弘じゃないですか。え、高弘か、名前。間違えてたらごめんなさい。でもなんかあの、足早い選手ですよね。今、ダイソー要員で、すげえ活躍してる。名前間違えてる気がすんな。ちょっとすいません、間違えてたらごめんなさいと。何度も言っておきます。清水。うわー、怖い。バントすげえ、技巧派な。バイベージュ。サード、ナイスボー。ナイスキャッチ。そういう守備をしてくれるん、嬉しいんだよね。マジか。新岡がいるよ、ファースト。そして、バッターが清原。正直複雑な気持ちではありますが、まあでも、やっぱりね、おっしゃ素晴らしいアウトにしてくれたのは。ランナーなしはでかいよ、これ。でも30歩打ってんだからな。ちょ、怖いですよね。気をつけましょう。ふい。よっしゃ、入ってきた。シンカー、いいね。ストレート怖いな。でも大丈夫。ミート打ちならで OK! いやー、マジか。清原ってそんな足速くなかった気がするんだよな。多分ですけど。あー、でも吉野が、吉野さんが次、やだな。よし、ゲッツーコース。はい、6、4、3と、理想系ですね。毎回ピンチを背負うな。足速いから気をつけよう、盗塁とかありそう。おっと、これはどうだ ?1 個でいいや。はい。ツーアウト。ランナーは、2塁と。気をつけよう。ミートでけえな。35分ってんの、新岡さん。パーねえな。何、すごっ。ちょっと強いわ。よっしゃ、オッケー。いやー、たかがストレートでちょっと三振取れるのは、三振って、おっしゃ！オッケー！今のは絶妙！いいですね、防御率もちょっと良くなってきたよ。さあ、このままいけ！勝ってくれ！あれ？終わり？だってもう俺多分、上がってますよね。引き分けか。いや、かなりいい評価得られたでしょう。完全無失点ですよ、僕。なんだったら結構な回数投げましたからね。20人ぐらい投げたよ、俺多分。どうだ？ 20 人は言い過ぎか、でも。14人か。まあまあでもよかった。活躍したもんね。はい。頑張れよ。それでも評価は上がらない。難しいとこですよね。はい。ならばもう監督にもうここぞとばかりにもう、ちょっと、なんか、媚びを売る。お、いいんじゃないかって言われてる。いいですね。このまま頑張ろう、ちょっと。はい。こう、監督いた。よいしょ。体力回復なのがラッキー。すげえ精神ポイントもらってるけどいいのかな。ベーランタイム。あ、そうか、ベーナータイム落ちてるんだけど、調子悪いんだよね、矢部くん。そう。で、その理由が、確か、あれですよね、あの、スパイクのサイズが合わないっていうことですよね。残念ながら。最終戦は結果的に5位。評価、何が足りないんだ。違うよ。え、そんなん違うよ。お、言うね。俺たちがこんなところで満足してどうするんだよ。そうだよ。うん。夢諦めちゃダメでやんすよ。あ、生意気やがって。そう、うん。うむ、パワフルズスピリットだな。そう、ここまでやるしかない。来年は優勝だな。ノーマル、頑張りましょうよ。はい。ノーマル、素振りしてくるよ。お、投げ込みに行くよ。お、いいね。なんかすごいやつ。やれ、拙者おいどんマロとか変なやつばっかいんな。そう、全く教えられたよ。うん、監督の評価めっちゃ上がってほしい。よし！いいぞ。これかなりいいんじゃないか、これ。ああ、まさかこんなね、セリフ吐いたやつが次からもう首なんてそんな話になりませんから。やったね。いいじゃない、多分これ。よし！スタミナ、あれ ?80 からか？よっしゃ、84、行きましたね。変化球一段階覚えておきましょう。てか、よかった、ほら。見てください、監督の評価。お前はミスターパワフルズだ。やったね。かなりいい評価もらってるじゃないですか。ちょっと変化球練習一回やって、新しく変化球一段階覚えておきましょう。3段階目。じゃあ覚えましょう。よいしょ。もうこれで変なことしなければ大丈夫。ドロップを3。で、そろそろ、なんかこう、特殊能力をね、得た方がいいと思うんですよね。なんかね、対ピンチ欲しいな。で、はい、対打たれ強さも、あった方がいいと。よし、これちょっとね、いいピッチャーになったと思いますよ。少しは。ほんの少しですけど、まだまだ。もっと頑張りましょう。急速アップこうなるや。145ぐらい投げたいわ。もう目標は高く。おー、合コン行きます。あ、やべえ。
合コンはミスかこれ。あい、いや、嫌な予感がする。うっ、覚悟しましょう。はーい。やってしまった。なんで俺こういうこと忘れてたんだろう。できるだけ会わないようにって思ってたのに。次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。消えた。消えても当たるは当たるんですね。なんとか。よかったよかった。それなら。よいしょ。いいよ。いや、でもこうやってゾフィーを、ゾフィーじゃねえ。ゼットンをボコボコにするっていうのもなかなか気持ちがいいもんで。くらーい。どうだ、当たるか。いった。さあさあさあ、どうだ、さあどうだ。来たー。ガードされてよかった。倒せ。よし、いったー。おい、撃破。いいね。兄さん、嘘つけ、おい。